私はミーナ、19歳。高校を卒業して親の勧めで地元の会社に就職したけれど、どうしてもアイドルになる夢を捨てきれず、今日は親に内緒でアイドルオーディションを受けに来た。ようこそお越しいただきました。ご応募いただいた皆さんですよね。え、人間ですか？想像とは違ったので。詳しい話はこれからにしましょう。どうぞお座りください。では、オーディションを始めます。身長、スタイルは OK ですね。閉所恐怖症や連続はありますか？いえ、ないです。はい、ミーナさん、合格です。え、もうですか？早くないですか？それから、衣装合わせをするので、そちらへどうぞ。はい。まずは、アイドルとして露出防止用の下着を着用していただきます。その上に私とお揃いの公式衣装を着用していただきます。ちょっと手と足を固定させていただきますね。え、これ何の意味があるんですか？何なんですかこれ、抜けてください。うちはね、アイドルは私が姉、ミーナは妹として姉妹ユニットで活動し、24時間マスクを装着した状態で生活をしていくのがコンセプトなのね。え、そんなの聞いてない。24時間アイドルとして覚悟を持って活動してもらうために鍵をかけます。ん？ん？ え、これどうしたら取れるんですか？私たちがアイドルとして売れるまではマスクのまま、売れたらマスクを外して素顔で活動する予定よ。え、じゃあもう売れるしかないですね。頑張りましょう、姉さん。頑張ろう。じゃあ名前を考えてきたから、私たちの名前、音と姫で音姫ですでいきましょう。はい。じゃあ挨拶を何回か練習しましょう。音です。です。あと、また、です。違う。こっちの手。
音です。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。どうですか？めっちゃ寒いですね、これ。冷感なのかな？お茶飲んでいいですか？どうぞ。順調に準備できました。あ、もうめっちゃなんか着やすかった。お願いします。